アウェーでの試合に合わせて外務省の北朝鮮担当の職員らが平壌入りすることが ANN の取材で分かりました日朝関係筋によりますと選手団に先駆けて外務省から安全確保のための領事局の職員や北朝鮮を担当する北東アジア化の職員ら政府関係者十数名が北京経由で現地入りするということです 日本と北朝鮮の間には度重なるミサイル発射や拉致問題などの懸念がある中訪問期間中に北朝鮮の政府関係者らと接触する可能性もあります外務省の報道官は今回の動向について明らかにしていませんが日本人選手団の支援に万全を期す考えだとコメントしています